第59回スーパーボールは2024年シーズンの NFL のチャンピオンを決める試合である。ルイジアナ州ニューオーリンズでの開催は前年の第58回大会の予定であったが2021年シーズンからのレギュラーシーズン17試合成功により開催日が1週間ずれ大規模イベントと重なるため翌年の今大会での開催に変更された。 第56回までの開催地は、開催を希望する都市が入札し、オーナー会議の投票で決定するプロセスを採用していたが、第57回、第58回の開催分からは、リーグの方から、開催候補地に開催に向けた接触をすることが、許されるようになった。リーグと接触し、開催を希望したアリゾナ州アリゾナ州クレンデールと、ルイジアナ州ニューオーリンズが、提案書をまとめ、 その提案書に対する無記名投票が2018年5月のオーナー会議において行われた。その結果、第57回をアリゾナ州アリゾナ州クレンデール、第58回をルイジアナ州ニューオーリンズで開催することが満場一致にて決定した。しかし、前述のように17試合制以降に伴い、大規模イベントと日程が重なったため、翌年の今大会に変更された。 同スタジアムでスーパーボールが開催されるのは、ジョー・フラッコ、レイ・ルイス、コリン・キャバニック、バーノン・デイビスといった選手が出場し、試合中のスタジアム停電が話題となった第47回、大会以来、11年ぶり8度目となる。ニューオーリンズでの開催は、11度目となる。は、勝利したチーム出場チームは、 現地時間2025年1月27日の両カンファレンスのチャンピオンシップで決定する予定である。ありがとうございます。